千葉県がパラリンピックのの学校連携感染の中止を発表しましまた。熊谷知事は明日以降千葉県内で予定していた学校連携観戦を中止すると明らかにしました。千葉市内の中学校では25日に 学校連携観戦の引率をした教師2人がその後、新型コロナウイルスに感染していることが確認されていました。